はい、どうもこんにちは、ヤッソン TV のヤッソンでございます。久しぶりにお会いしましたね。まあ年も明けちゃいまして、新年明けましておめでとうございます。2021年、今年もどうぞよろしくお願いいたします。ヤッソン TV 始まるよ。今年のヤッソン TV は、まあいろんなことにね、ジャンルを問わずというか、まあ、テーマも決めずね、お届けしようかなと思ってるんですが、まあ一発目の動画、ツムツムの動画をね、2本ほど上げましたけども、ちょっとツムツムのね、お得情報をゲットしましたのでね、ツムツムやってる方には必見の情報だと思います。まあもしね、もうすでに知ってるよそんなことなんて方がおられましたら申し訳ないですが、最後までお付き合いいただければ幸いでございます。はい、というわけでツムツムをスタートさせようと思いますが、ツムツム始めますよ。ちょっと待ってくださいね。ヤッソン TV。 はい、じゃあツムツムを始めていこうかなと思うんですけども、これをタップして、はい、ツムツムが始まりました。はい、いつものこのタイトル画面、音量を上げながら、はい、いきますね。スタートします。スイカダウンロードがあるので、はい、押しますね。ちょっと待ってくださいね。で、このインフォメーションのところに、ちょっとね、見慣れないこの次ですね、これの次、ほらほら、この3つ目にね、ツムツムアカデミーってあるでしょ、これですよ、これね。今日はこのツムツムアカデミーについてちょっとお話しようかなと思ってるんですが、まずはログインさせてくださいね。はい、で、もう一回お知らせを見ようと思ったら、設定ボタンを押して、一番下のイベント情報を押すと、もう一回見れます。はい。で、ここのツムツムアカデミー、男前の映ってるところに行くと、はい。熱血先生、つむきひろしのレッスンをクリアして、豪華ゲーム、アイテムをゲットしよう。つむきひろし。玉木ひろしさんが、つむきひろし先生になってるんですね。で、早速このね、ずーっと、見てると、まあ、規約とかあるんですけど、早速このレッスン参加押してみましょうね。はい、するとこんな画面出るんですね。イベントカード1枚目をクリアしようって言ってね、まあ、今回の、イベントをやってるんですけど、このイベントの1枚目クリアすると、この見てください、商品ツムツムアカデミーの限定ムービー開放、まあ、ムービーはいいとして、スキチケが3枚ですよ。スキチケが3枚で、レッスン2、2枚目クリアしたら、で、レッスン3、3枚目。はい、イベントガチャを3回からにする。ガチャですね。で、まあ、4回からにして、レッスン4をクリアしたら、ほら、またスキルチケット2枚あるんですよ。ね、ね、これすごくないですか？スキルチケットが一挙に5枚ももらえちゃうっていうね。とね、なんかこれは夢のような、お年玉、まさにお年玉って言える、のね、んじゃないでしょうかっていう感じで、このツムツムアカデミー、ちょっと皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。またね、今からね、ちょっとね、このレッスンしっかりやって、1個目のスキルチケットゲットしようかなと思っています。では、後ほど。はい。それでは早速、イベントを始めていこうかなと思います。この左上のイベントですよね。ちょっとね、集中するっていうのが無口になるかもしれないですけど、はい、ラスト、ラストンです、どうしようかな、あれ、ちょっと待ってね、再開しなきゃいけないですよね。あ、この気球を作ろうっていうイベントですね。はい、これで、ね、最初は1プレイで50万点、1プレイで50万点を目指して頑張ります。はい、ラストンです。ま、先言っときますけど、僕そんなにツムツム上手じゃないですわ。ラストンはね、なかなかね、ポイント稼ぎ向きのツムだって言われてるんですけど、マジでね、結構稼げちゃうんですよね。まあ、スキルがね、ちょっとね、とんでもなくね、ダメだった。スキルが
結構衝撃的でですね、まあ後で見たらわかると思うんですけど、もう画面いっぱいにこのマイツムであるガストンがね、埋め尽くされちゃってね、いかすいかす。ちょっとね、仕込みが必要なんですけど、ここから、はい、これ、だいぶガストン増えてきたでしょ？ね、ね、ね。で、さらに、さらに、ガストンだらけになってしまう。はいはい。ちょっとまだね、まだね、他の角がいるんですけど。ほんと。一回でね、ほらさ、40枚しか消せちゃうんですよ。しかも、一スキルの間にこれ3回切りできるんですよね。はい。なので、で、40枚近くで3回切れるから、その、マイツムが120個近く消せちゃうんですね。1回のスキル。今みたいにちょっとし、ああ、失敗した。失敗しましたね。ああ、全然ダメだな。今回ちょっとね、失敗しちゃいましたね。ああ。まあまあ、3600枚。まあね、だいたい6000枚、7000枚ぐらいは行きたいなと思ってやってるんですけど、調子が良かったら8000枚くらい取れちゃうんですよね。でもこれはちょっとダメだなまあまあ、ツムツムのね、得意な方からしたら、よくそんな腕で動画開けてるななんて言われそうですが、はい、これが一応、今週のハイスコアですね。で、ね、イベントの、第一関門クリアしました。完成まであと11って書いてますね。で、次の気球をタップしてミッションですということでタップすると、今度は1プレイで15コンボ1プレイで15コンボしましょうということでね、これ出てますよね。はい、まあ、これチャレンジということで、まあ、こうやってどん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 続けていって、このね、あのミッションをクリアすれば、たった1枚目をクリアすればスキルチケットが3枚だっけ5枚だっけ、はい、まずは3枚いただけるっていうことでね、またチャレンジしようと思っております。またね、まあ、これちょっとね時間がかかるので、またしっかりとスキルチケットがゲットできましたら動画に上げたいと思っております。はい、そんな感じでね、ちょっとノンジャンル、いろんなことをこの動画ヤッスン TV でもお届けしていこうかなと思っております。2021年もどうぞ皆様よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、お疲れでした。お疲れでした。あ、久しぶりやったな。ほんま、まあ緊張したわ。ちゃんと行けてた？あ、こうやって回ってる。